浮くよね、本当だ。赤いやつ使ったら。もう遅いわ、そんな話。片方上がって片方上がってる。あ、でもちょうど浮くんだったらこれでいいのか。うん、足は支え切れてるのやっぱ、ね、いくつ上が。これ浮くと老後なくなるからやめた方がいいかな。老後なくなる？なんかそんな気がする。っていうか、そのキックに関しては仏教的にはないね。そのダメですね。私が打ち返してやっぱキック聞いたけど。そうですか。そのなんか変だなって思ってたんだけど、こうやっぱ考えてみるとこっちとこっちでこう、うん、押すじゃないですか。あ、このセッティングに関して、このセッティングに関して の、 そのキックに関しての音響的な考察。じゃあ例えば点が合えば合うほど。そう、合えば合うほどこの山の山がぶつかり合ってそのなんていうの、逆走じゃない、打ち消すんじゃないんだけど、はいはいはい、そのなんていうんだろう、こう波が本当はこういう風に行くはずなのがこっちからも来るからなんかぶつかり止まっちゃうっていうの、うん、逆走じゃなくて逆走じゃないんだけど変な感じなの、そのエネルギーが直接こうその穴に出てこないっていうか、穴開けちゃったら同じことあるよ。ケンタロウも言ってたよね、両方にで逃げちゃうからっていうことですよね。そうそうそう、いやでもそれは絶対やってみる価値あるよ。開けてみるってこと。だどっちも穴開けと一緒ってことでしょ。そう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 。どうなんのかな。それかリハーサルだけ撮影だけにして本番の撮りは使わない。あ、ちゃんと2台並べるってこと。そう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 。あ、別にこれは絵的にあればいいでしょう。はい、でもまあなんつうんだろう。結果出してないから、その、はいはいはい、一回やっちゃ撮ってみてもはい、いいと思うんですけどね。そのでそうか、意外ただやっぱりそのなんだろうな、だからとか本当に穴が開いてるのに向けて撮ってる音に慣れすぎてるからみんな、うん、そういう意味での違和感もあるかもしれないし、うん、音的には変だよやっぱ。でもそれが別になんつうの、まずいとかほらダメとかじゃないわけだから。そういう音ってことですね。そう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 。ただやっぱホールの中に突っ込んでて、これ今ミュートどうなってんのかな。ミュート入れる、何も入ってない。いや入れました。少し入ってる。1枚ずつこうヘッドに当たるように入れた。このいわゆるこういう銅の部分に関しては何も触れてないって感じ。ね、お互いのヘッドにだけミュートしてる感じ。そうですね。まあ多少下のとこにはもちろん。やっぱそのマンホール的なそのバーンと音ばっかり拾ってるに感じになってるかもしれない。その穴から突っ込んでる。早いですね。すいません。この画面にこう、はい、マイク画面で狙うのが一番なんか素敵な気がする。なんか向こうとこっちでね、うん、どうやればいいかな、そのセッティングっていうのも物理的に。これじゃでかいか。お菓子買ってきたんで。ああ、すいません。スタンドとかっていう意味ではさ、そうですね。ねえ、オーナーとかじゃでも。でも結構そのオフマイクで全体のボワンとした感じ取っとけば、うん、コーナーとかでアタックだけ拾うっていうのもあるから、うんうん、これはすごい良かったよ。これでしょ、結構これだけで存在感ある音がするから、うん、それにちょっとだけアタックを加えるって意味のマイキングをすればいいんじゃないかな、うん、それからそれよかやること決めよう。曲が曲は聴いてきてはいるんですけれど、これ二人でどうやってやるのかなーって。ケンタロウと一緒になんか作戦立ててたから、こっちは私で、あっちはこうしたり。どうだって。昨日撮って。なんかちっちゃいスタンドなんてないよね。多分ちょっと残ってると。あとはもうこっからゴーラーのぶら下げると。譜面をこうですね。なんで一回ひらきちゃんから。こんな感じでお願いします。はいはいはい。そんななんか偉そうに。ください。邪魔しないように私は思います。いや、俺はある意味見てる。怖いよ。そう。この先でこういたら。
えんかな、やっぱ。こう小ささで言うと。で、ピンもちょうど2本あるから。で、これは、なんか最初のとこは普通に、まあ、なんか、A は普通に決まって、B のところで、うん、私が、ここに、ここにアクセントを。1個あって、1個どっかにあると思う。だとだとだで、コウダさんに申し上げたら、これケンタロウさん機能やってもらったんだけど、だだだにしてて、じゃなくて、普通で。そうなんだね。下狙ってます。下狙ってない。私がもうスネアマイクいらない。テンポも変わるよ。あ、テンポは変わる。ちょっと。はい、ごめんなさい。大丈夫です。パチドラが一番肝ですな、はいはい、これは音楽的にもやっぱ基本がないから B のところ、うん、これ後半のところはどうなんとかあれそうですよね、それをなんとかあ、もう譜面通りにあ、昨日あのこのカードを見てちょっと爪の上を浮かせて、はい、コードさんまだシュン君からデータ来ないですよ。どんデータっていうか写真から主に写真系素材って意味ない、だから俺が送った俺の写真と、うん、あと、うん、あの MM の AI と、うん、あれだけでいい、あれだけでいいわよ、うん、要するにフライヤーで基本的には情報を、うん、細かく伝えるのはホームページの方って、うん、だから本当に無理があるよねでも相当シンプルな見た目になるっていうかあ、じゃあ宮戸くんが習ってるような写真とかもやっぱりいた方がいいと思うんですよね。だったらそれはそれで俺送れるよ、今持ってるよ。あ、じゃあそれ送ってもらいたいな。うん、オレンジ使う、なんか基本で変えてもらう。ね、なんとか形にしてみたいよね。お相撲のシーンで、シーンの後半の4小節はタタ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 タで、ここの後半はスターチカの後にソロをなんか入れてもらって、はい、2、2で最初俺が休んで、ここはソロスターチカだけやってもらってソロをやってもらって、で、2周目は2周目は、スターチカ、私、スターチカ、コータさん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 、1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 、
ピートの頭なんか行きそう。一応エアコンが効いてるね。あ、ね、行けそうですよ。こっちもね、いい感じで。あ、いいっすね。ラジオ席と丸々4分の4。トップはもうその6、7だけですか。そう、うん、これとあれとあれ。交換、ね、した方がいいですかね。なんかもうスネアのマイクいらないぐらいか。まあ、ててもしだったら4小節。すごいね。でしょ、俺もこれ一回デモでオーディオテクニカさんから借りて、いろいろビワ撮ったりとか、サム撮ったりとかしても最高で、絶対買うしかない。そしたらすげえ安くなんか下ろしてくれて。ああ、なんか言ってましたね。なんかこう、おかずみたいなこうリズムをいって。この PA 的なのが流そうかな。後半は、そんな、そんな、鳴らさない。あの、撮るときは。自由になんかやってもらう。前半リズムね。はい。いろんな縛りがあって。そう全然ない、縛られんのは好きじゃない。だんだんこっちも全部こう地焼きちゃい寄りに。縛るのは。縛るのは。ええー。こっちだった。これかけると音変わるの嫌、やっぱり嫌だよね。スティックのじゃあいいや、それ、うん、あーフライト変わるもんかな。変わるよ。パターンとかはなんか決まってるの？ルール。オーダさんのヘッドホン。このパターンでこんな感じでって。例えばちょっと やってもらっていい？音が。それハイハットのさ、マイクが微妙に与えそうなんだけど、そうですよね。
どうしようかな。どれ？あ、スネアマイクがハイハットにちょっと当たりそう。そっかそっか。私が下げた方が。ちょっとメインリフ聞いててくんない？Thank you.
最中には変えられようがない。取って聞いて調整するしかない。ね、面白いですね。近場近場で。パーならでは。実験的なこう。まだ自己理想。おはよう。どうだいこの変態セット。変態セット。まだ交わってない。交わってない。交わってない。交わっちゃうよ。これ創始校なんですよ。ちなみに。あ、こうなんだ。構造上。何時やろうと思って。AT 何でしたっけ？4080。四じゃないんだ。あ、4080。4080。結婚式しよう。奥様お化粧して今からおめかししたね。友達の結婚式からか。二度目の。そのためにこんな早い時間にすいません。あ、うん、いや今日結婚式なの？お友達の。そう、友達のバンドメンバーだったドラマーの。え、西村くんじゃなくて。あ、じゃないですよ。あ、そうそう、女の子です。ドラマの女。そうね、西村さんはね、また西村さん結婚したら富山に帰るそうですけど。え、結婚するの？いや、わかんない。帰んなきゃ。昨日でも見たら6分、7分ぐらいだったよ、井の頭公園。でもなんかそれぐらい。一応満開宣言的な。井の頭公園、この辺寒いのかな、ちょっと都内の真ん中よりは。昨日寒かったよ。ちょっと温度は低いかもしれないね。うん、都内結構満開？満開。今日ジャストみたいな。だから道がすごい混んでた。あえ、今日何日とか。ケンタロウから何か聞いてる？全然何も聞いてないね、うん、でもなんか今さっき打ち合わせができたんでモニターを見ていいですか？リポデオリポデオタオリン昨日だって芸人やってライブやって今日だもんね。そうライブなんじゃないのかね。芸人やってライブだったんだ。ライブだったんです。あ、昨日ライブだったの、しかも2人でライブで。すごいすごい激しかったな。もうちょっと MC 多い方がいいです。ずっとなんか激しかった。でもワーキン喋らせたら終わるからね。いいトーク。喋りよかった。温かかった。お客さんが温かかった。なんか見守ってくれてる。あ、コウさんやっぱそれつけない方がいいような気がした。やっぱり、うん、たまにじゃあスティックが飛んでった時にこの間もライブでスティック2本しかもなくて、ここで記念のおかずがあるってその瞬ちょっとほんの何4小節前ぐらいでスティック落として、へえ、どうなった。じゃあしげるさん、あの辺からなんかシニアの箱1個慌てて、いや、すごい、なんかないですか。ちょっとやっぱりスティックの会話置いといた方がいいなって思いました。あ、これでいいや、これに置いとけばいいか。私も置いとく。ここに置くしかないです。昨日までそんなこと考えなかった。見た目、あ、そっか、これは分かったけど余計なところに置くしかないです。人が通れない。でもレコード聞かないでしょ、昨日から。じゃあ聞いてる聞いてる聞いてるんだ、そんなにワッキー本人が話してる。え、行こうしかないな。ちょっと邪魔だもんね。あ、大丈夫ですよ。ちょっとうるさいかもしれないですけど。これモニターって、とりあえずピアノを聴けるようにはいはいお願いできますか。じゃあ、あ、来てる。あ、それだね。
なんかやらしい。痩せすぎじゃない？そんなことないですよ。ガリガリじゃん。ちょっとなんだこれ。びっくりした。ヒラさんのところにいるときはいっぱい食べてたから。いやいや。もっと食べ、うん、ました。じゃあ。やめすぎだよ。本当に。痩せすぎだよね。戻りました。食べれてるのか？食べれてるのか。昨日もつ煮込みだよ。もつ煮込みじゃ納豆食った。納豆。でだいぶ前。スタートってどういう風に始めるんだっけ？リズムから始めたりとかするの？いや、ピアノから、あ、でもリズムから始めてもいいよ。でもじゃあリズムから始めてみよう。って言われても、どんなリズムかも知らないわかんないよね。うん。だからリズムだけちょっとずらすみたいな。じゃあとりあえず一回。これもうちょっと上げられるのか。音調整も。Thank you.